皆さん、こんにちは。河野健一です。今日は、正解のない世界を生きるライフスキルについて、僕なりの考えをお話ししたいと思います。まず、現代社会の特徴として、変化の速さが挙げられます。昨日の常識が今日には通用しなくなることも珍しくありません。例えば、かつては必需品だった家庭用ファックスも、今ではほとんど見かけなくなりました。このような不確実な時代を生きる上で、自分で考えて決断する力が非常に重要になってきます。これは単なる知識の蓄積ではなく、思考力や判断力、そして自己表現力を含む総合的なスキルのことです。面白いことに、このライフスキルはスポーツを通じて効果的に身につけることができるんです。特にサッカーは、刻々と変化する試合状況の中で瞬時の判断が求められるため、非常に良い教材になります。ライフスキルの活用方法の一つとして、常識を疑うということが挙げられます。当たり前だと思っていることに疑問を持つ姿勢は、新しい発見や革新的なアイデアの源となります。僕の経験から、あるエピソードを紹介させてください。以前、スペイン人のコーチ、リカルドさんと話をする機会がありました。彼は日本の教育システム、特に6-3-3制に基づいたサッカーチームの区分けに疑問を感じていたんです。リカルドさんの母国スペインでは、U9 から U18 まで一貫した指導体制があるそうです。対して日本では、小学校、中学校、高校とチームが変わるのが一般的です。彼にとっては、この頻繁な移籍が理解できなかったようです。このエピソードは、私たちが無意識のうちに受け入れている常識を再考する良いきっかけになりました。日本の現状が必ずしも世界標準ではないということを僕も改めて認識させられました。大切なのは思考停止に陥らないことです。当たり前だと思っていることにも時にはなぜと問いかけてみる。そうすることで新たな視点や可能性が見えてくるかもしれません。ライフスキルを磨くことは単に個人の能力を高めるだけでなく社会全体をより良い方向に導く可能性を秘めています。常に好奇心を持ち、学び続ける姿勢が、不確実な時代を生き抜くための強力な武器になるのではないでしょうか。少し話が長くなってしまいましたが、皆さんにもぜひ、日々の生活の中で、当たり前を見直す機会を作ってみてください。新しい発見があるかもしれません。それでは、今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。